タイラー・マイケル・ムーアは、アメリカ合衆国ミシュミッシッピ州ランキングンブランドン、出身のプロ野球選手、ウトウミギ現在は、フリーエージェント。愛称は、ティーモー。2005年の MLB ドラフト41巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されたが、この時は入団せず。2006年の MLB ドラフト33巡目で、再びナショナルズから指名されたが、 この時も入団せず、2008年の MLB ドラフト16巡目で、またしてもナショナルズから指名され、ようやくプロ入り。2010年と2011年には、マイナーで2年連続30本塁打を記録。2012年4月29日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビューを果たした。マイナーでは一類手として出場してきたが、ナショナルズでは、チーム事情により、 左翼手として出場していた。1年目は75試合の出場で10本塁打を放った。プレーオフのロースターにも入り、セントルイスカージナルスとの地区シリーズ第一戦では、代打で決勝的時打を放った。2013年は、初めのうちは、打撃不振に苦しんだが、マイナーに降格した時に、打撃フォームを見直し、8月に再昇格してからは、校長をキープした。 63試合の出場で打率、222、8四球に対して58三振。2014年は42試合の出場に止まり、デビュー以来2年連続で出場機会が減少した。打率をわずかに向上させたものの、231と低打率だった。本類打は2年連続で4本ながら、得点点では304と打った。二千十五年は、 自己最多の97試合に出場したが、打率は自己アーストの203だった。一方、6本塁打27打点を記録したほか、2塁打を12本放って自己記録を更新した。この年は、投手としても1試合でマウンドに上り、1死球を与えたが、無失点で切り抜けた。2016年3月25日に40人枠を外れた。 2016年3月27日にネート・フレイマンとのトレードでアトランタ・ブレイブスへ移籍した。AAA 級グーイネット・ブレイブスに配属されたが、メジャー昇格はなく10月11日に FA となった。2017年1月3日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2017年4月2日にメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。4月17日にディーフとなり21日にマイナー契約で参加のトリプル a 級ニューオーリンズベビーケークスへ配属された。5月10日に再びメジャー契約を結びアクティブロースター入りした。この年は104試合に出場して打率236本塁打。 30打点を記録した。レギュラーシーズン終了後の10月7日にマイナー契約で AAA 級ニューオーリンズへ配属され、9日に FA となった。ありがとうございます。